じゃあ、今回はまあ高校入学してから、まあ、さっき入学式 の, あの入寮の話したけど、あの時な、まさかあのメンバーで春夏全部するとは思ってへんかったよね。想像はしないよね。ただ甲子園出たいっていう一心でやっぱり行ったでしょ。本当に PL に入ったら日本一になれると思って行かへんかった。いやだから あのユニフォーム着て甲子園に行きたいって思って PL に行ったわけやから、うん、まあその時にまあ桑田さんっていうね、この経験コンビがおられて、うん、なんか変な芸能人見るよりね、なんかそういう風な思いで見に行った。ねプロ野球選手だよね、当時 ね。でね、これあの、うん、まあ1年生初めほら別で練習してるやんか、うん、でそれから1年生のピッチャーでどんな練習してたの、俺全く記憶にないの。いや別の練習してへんよね。してないよ。一緒やったやん。いやいや練習加わったやんか。あ合流してってこと。俺らがノックとか受けてる間ね、うん、まあ、何してたの。ノック入ってた、外野とか入ってへんやろ。俺ボール渡しこうボール渡しの教わったろ。そうやふわっと、うん、なポン渡したらお前事件やねえよ。ロッカーにか。そうや、この先生にこうやお前、うん、ボールがボールがポンだったら事件やから。圧を感じさせないように、そう空気を置くように。それはね、俺野手はやったことないやん。ピッチャーはそれで言われるやつ。そうやろ、まあ、毎回こうやと思ってほんまや、こうやって出すのに。そうやなあ、うわ UFO キャッチャーかよ。うわー、うわーやマカロニ置くないんだよ。いや、ほんでそれ前にノック終わるやんか、うん、でバット練習はしてないよな。え、バッティング練習してた。いや、させてもらってたよ。バッティングはやってたよ。それがノック終わったらさ、すぐバット練習入るやんか、うん、ランニングしてた。してたよ、PP は。ポーランドコーナー、毎日 PP やんか。いや、それが全く記憶にないね。見えてへん。どれぐらいやってた。ずっとやんか。ずっとやんか、バッティング中。ほんでその合間に先輩があってピッチングでやんの、うん、え、もうピッチングしてた。してたよ、してたよ。ピッチングならへんかな。でも、ね、俺ね、記憶力ええけど、うん、そのね、記憶全くないね。多分1年生の時はしんどすぎて多分覚えてへんと思うんだけど、うん、覚えてるのは雨の日にね、うん、このこれ岩崎3人が並んで、うん、雨天で初披露みたいなことしたやん。ほなみんな、ま、それも覚えてへん。俺は見てんねんから、うん、後ろで見てる、みんな見てる、気配にしてんねんな。お前ら3人がさ、うん、バチンって離れる時に言うのよ、ピチってな。それ見て、うん、俺びっくりして、みんながさ、ウォーって言ってたよ、うん、3年生の方も、うん、すごいなみたいな、ま、バチンって言ってたよ、みんな。昔、ほんであれやんなの、うん、ボールあるやんか、サラノとか、まあ上級生になってからさ、ピッチが、まずビニール、うん、ニューボールな、ニューボール、なんかニューボール、ほんで、あのアルミホイルみたいなこうあったやん、うんうんうん、でそのままねつけたまま要は剥がすのに投げてパーンってやったらミットに収まる頃にはそれが剥がれてると。それ A のやり方してるわけ。そんなことあった。俺はやってたよ。それ3年なんてからやろ。うん、そうよ。でも、まあ、とんでもだけど、そのピッチ練習とか毎日どれぐらいしてたの。何球ぐらい投げたの。いや数は言われてんかったな。でも毎日投げてたよ、うん、でもそこはなんかね、あまりこの強制的というかね、ピッチャーはだから毎日何百掘れとかそんなかった。ないよ、ないよ、ないよ。それな、PL のすごいとこってさ、うん、あの BP ないやん。ないな、ないな。ピッチャーにはやらさんかったな。そこはすごいよな。そこはすごいよね、うん、結構あの BP でこう潰れるというかね、いくつじゃないけどな。よう投げてたもんな。これでお前言ったけど、うん、1日俺最高1200球やった、うん、すごいわ、すごいわ。だからあんま会ったことないやん、うん、会わへんやろ。ずっと一緒なんやもんな、あっちゃんな、うん、だから俺はだからあの何してるかがよく分かんなかった、うん、で野村と俺2班で同じ組やったから、うん、水上のトマトか、うん、まあ、3班やん、うん、荒れる3班やんか。あれそんな事件起こす3班やったもんな。事件か、事件起こす3班やんか。でな、事件だらけやんか、もう今もやめてくださいよ、もう。まあ、いや、ほんでな、どっか始まっとんねん。そのな、俺もピッチャーでさ、うん、その技術な指導って俺あんまりされてるなイメージないねん。ある？あるよ。何のそうだった？いやいや、だから誰に。俺は西山先生の教えが一番インパクト残ってて、うん、要は足踏み込んでこうなったとね、こう胸張ってくる時のそこの形を言われたほんで、さらに球が速い。その球が自分で速いなって分かんの。
いや分かるよ、やっぱこうかかりがまた違うもん。俺いつも言うねんけどさ、うん、2人が1年生の時にね、うん、シートバッグ投げてさ、清原さんが三振取ったん2人とも、うん、あれはね、俺なんかね同じ見てて、うん、あの羨ましい反面ね、なんかこう俺優勝できるんじゃないかなと思った、あの時2人を見て。ほんまに、いや俺は嬉しかったけど、うん、このあと夜怖いな思ってたもん。そうやろ、2年生見てたよね、3してたって。いや、むっちゃ嬉しかったよ、あの清原さんから三振取ったんやろ、三振取って、ある意味お気に入ってる自分もいるんやけど、なんかこうバーンってやってもて、いやまあ橋本の場合はこう柔らかいやん、野村の場合はこうどちらか硬いやん、うん、いやそんな技術的なこと教わってなかったでしょ。教わってないよ。でもね、1年生、2年生になって2人とももう1年生の秋からメンバー入ったんやん、うん、ほんでほぼ主戦で投げたわけやんか、うん、この間あの先輩とも話したんやけど、うん、なんでお前ら2人先発落ちたんやん、まあ、いや正直言うで、いやあれなんだけど正直言うで、うん、カンニング見つかったやん。いやいや、それだけか、俺違うと思うで。いや、あの時縦の列5人全員カンニングやん。そうやん、立浪だけやんか、立浪だけ残ったんだよ。俺らもう謹慎やんか。いや、でもね、あの時ね、お前らが主戦投げたわけやん、ずっと。そうや、近畿大会ベストまでね。そうや、ほんで、なんかちゃんと深瀬がさ、うん、まず球早かったやん、あの時担ぎ投げな、早かったやん、アーム投げな、うんうん、でもほんまにそれだけで外れたんか、うん、と思うよ。それしか考えられへんやん。でもあのメンバー発表の時ってさ、うん、まあ、知らされてへんやろ。うん、知らされてへんよ。だって背番号1やで、うん、で10やんか。その時俺10やったら10ちゃうな、12やで、多分なんで10？いや、そのキャッチャー1年の秋やで、秋やろ、うん、なんか12とかな、中途半端やったらね。 12？ キャッチャーの機会を。ちょっと待って、真剣？ 12 やった。俺10ちゃうで。お前初めてもうたら覚えてへんの。いやだから俺12やって、多分10じゃないよ。あ、そう。でもな、近畿大会 の準決勝天理戦も橋本選抜したやろ。え、自分の時代ってこと？いやだから1年や、1年の時、1年の秋よ。秋？うん、京都日戦は野村やって。そうだったっけな。そうや、いや覚えてるな。で上間だけホームラン打って8対1かなんか勝ったんや。で天理戦はどっちまで高騰してたんやけど、最後逆転されたんやんか。やってもダメ。いや、いや、ほんま高騰してたと思うのよ。高騰、次誰行った？そこまで覚えてへんけど、最後逆転されたん。次篠さんかじゃないか、か深瀬ちゃうか。あ、深瀬か。俺投げた、勝った。いや野村はだから大阪大学決勝も野村やろ、1年ので、こっちが先頭た先頭打者ホームランバーン打って、お前打ち返されたやろ、上宮の一番バッターに。ああ、あったな。だからなんでお前の方が覚えてんの。千人みたいな人やね、あなたはね。だから、いや、うん、俺はいつも言うけど、やっぱりお前1年生の秋からメンバー入ったやん、うん、で俺たちやっぱり1年生ながらにこう差ができたわけよ、うん、でお前らできてんけど、ちょっと感じたってことやろ、うん、差があったやん、もちろんメンバーとメンバー外やから、お前らいつも言うけど、バス俺は見送ったやんから。ああ、そうやな、な、頑張りを言う反面、なんか俺が寂しいやんけ、あとでまあメンバーがバスに乗っていくわけやんけ。だからでもやっぱ甲子園出たいと、うん、もう出な冬の練習がしんどいやんか、うん、そうやな。でもなんか同じ選抜でメンバー漏れて、うん、なんかあれみたいな。いやびっくりしたよ、それは正直。だからそれは、まあ、あの一番俺ら窓際やんな、俺はな、別やろ。で一番前が鍋山やんか、剣道。鍋山、剣道部。お前橋の橋やった、橋こっち側の、まあ、窓際族やんか。で鍋山賢いやん、その盾全員やん、全員同じ、もう天やんか、みんな天も一緒やん、丸も一緒やんか。ちゃんと流れてきたな、天丸までちゃんと覚えてるわけやな。そうや、もう完璧やんか。濁点一つ間違ってへん。それは褒めたらなあかん、逆にな。そうや、ま、ようやったやん、うまいことこうやってくれた、してるやんか、東亜用紙今のラグメやないけど、お城としてやんか、全部オフロードパスみたいな感じ。そうやんか、前には出されへんから、それオフサイドやからな。そうやんか、全部前から回ってくんない。でまあさ、その、あ、まあ、あの選抜大敗したやんか、うん、で夏もメンバー2人入ったよな。夏入ってたよ、入ってるよ。で一番、まあ、夏はもう放ってへんかった。放ってるよ、放ってるよな、もうあんま放ってへんかった。いやもう全く、でも夏は月代さん一番やね、うん、だけど主戦やったやんか、うん、ほんでまあ、あの負けてしもったやんか、うん、でまあさ新チームになりましたと、うんうん、俺の中ではね、やっぱ2人があんまり話してる気よくないね。仲良かったやろ、仲良かった。仲良かった。なんかさ、やっぱお互い一番を奪い合ってるライバルやから、なんかちょっとこう仲悪いっていうか、あんまりそういうな、俺は思いがあんねんけど。
いや、いつも一緒やで、ね、一緒やで結構影もよう一緒にやってたよ。見つかるやろ。で、走りのやると見つかんねん。俺はもうな死神言われてる。死神ってほんでよ、あのスタの乾燥室で俺ら中腰したよな、二人で。ほんまや。乾燥室で中腰やってみ、1時間ほんま1分で当てれるやろ。もう足こんなんなっとるからもう生まれたてのヤギ以上やで。いや、だってノムは俺外出日いつも足んじ俺の実家来て足んじのお兄さんに俺カーブ掘れんだったから、うん、教わっとったもん。手首硬いここつかまんかいって、こんな一生つかへん、うん、ここ今でもつかへん。いや、うちの兄貴はカーブ得意やった。どこやっとんねん、ここや。うん、そうか、それはつかなあかんわけ、ここに。まあ、こうやっこうね、こう俺はうう今はつかへんけど、俺はだから兄貴に言われてたからやったこれでカーブ曲げるってこと。いや、だからこの角度の話やな。聞け、人の話を先走んなんだよ、もう時間やな、ね、次も焦るな、焦るな、焦るな。